では議員、最後にこの記事を読んでいる読者の皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい。確かにまあろくでもない政治家が多すぎる。でもそれを見抜けずに選んでしまったあなた方にも責任はあるのだということを私は声を大にして言いたい。なるほど。あなた方にも責任はあるのだということを声を何でしたっけ？声を大にして言いたい。はい、声を大にして言いたいですね。あのそこの部分なんですけど、なんとか中にしていただくことは難しいですか？ん？何が？声を大にして言いたいという気持ちはもちろん伝わってきました。伝わってきたんですが、そこをなんとかグッと抑えて大ではなく中あたりで勘弁していただけないかと。中？はい。え、なんで？ちょっと表現が脅迫的というか、読んでる側が構えちゃうというか、大にしてのところでビックッとしちゃうというか。あ、そう。はい、できたらちょっとそういった表現は避けたいかなと。中で伝わるかな。まあそのあたりは大きさではないと思うので、私なんかは逆に聞き取りやすいかと思うんですが。じゃあ中で。ありがとうございます。じゃあこのパターンでもう一回さっきのコメントを言い直してもらってもいいですか？はい。ろくでもない政治家を選んでしまった責任はあなた方にもあるのだと私は声を中にして言いたい。あの今明らかに大ですよね。ああごめん、今ちょっと何気持ちが入っちゃって。お願いしますよ。今だと声を中にして言いたいと声を大にして言ったって書かなきゃいけなくなっちゃうんで、ややこしくなっちゃうね。あ、じゃあもう一回いきます。ろくでもない政治家を選んでしまった責任はあなた方にもあるのだと私は声を中…あ、また台になっちゃった。なっちゃいましたね。中難しいなぁ。あんまり意識しないでいいんですよ。中ですから、普通の大きさで。いや、分かってんだけどさ。小にしときましょうか。そうだね。台でも小でもなく中途半端に中っていうのが難しいのかもしれないな。じゃあ、小でお願いします。はい。ろくでもない政治家を選んでしまった責任はあなた方にもあるんだと私は声を小にして言って。あのちょっといいですか？え、何言いたいことははっきり言いましょうよ。あ、すいません。